まあでも本当歌詞がもう喜びの歌っていうのが入っています。もう言葉がもう喜びってなってて、もうそこからシンプルになんかそういうなんだろう、幸せというか喜びっていうのを表す曲なんだなっていう風に私たちは捉えて、もう自然と口ずさむぐらい結構有名な曲になってるのかなっていう感じですかね。大工っていうんですけど、日本では、大工っていうのは、日本人にとっては多分その西洋文化、ヨーロッパ文化の象徴みたいなもので、これだよね、このどういう風にやったらできるの、ルルルルができないと思う。ここから一番有名な一発目からもう私は ダメだって感じ。でもここが一番いいとこだから。フロイデってどういう意味だったっけ。喜びみたいな。喜び。そう。で、シューネル。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 ちょっと、ウムラウトみたいな。あ、そのウムラウトっていうのはね、習った、大学で。ウムラウト。ここで勉強して。昔から日本人は、ドイツ文化っていうのにすごく憧れてたし、で、その中でも、大工っていうのは一番、こう、分かりやすいというかアクセスしやすい、でしかも十分な深みを持った非常に優れた作品だっていうので、長く愛されてきてると思います。大工が最初に演奏されたっていうだけのものだったのが、ここに来てみて、いろいろその時の、まあ今はもうこういう跡しか残ってないんだけども、とってもその時のこう、なんだろうね、人の強さだとか悲しみだとか、そうしたものが複合的に今自分の中でいろいろ想像がこう膨らんでる、とっても心動かされるものがあったと思います。ここで、一枚の大工の練習ができるとすごく嬉しく思います。今回で僕は一万人の大工20回目になります。20回以上歌ってらっしゃる方ってどれぐらいいらっしゃるんですか。おお、素晴らしいね。初めての人は、はい、結構いらっしゃいます。はい、全てがポジティブで、ハッピーハッピーの曲ではないと僕は思ってるね。1楽章から2楽章から3楽章からあって、それで、このベートーベン自体が世の中はそんなにその簡単にその全ての人が一つになるっていうことが実現するとは思ってない状態でこの曲書いてるような気がして、最近は仕方ないね。まあ、ずっと練習をしてきて、で、まあ、なんだろう、今回初めてこの大工に参加するのですごいドキドキしてきたというか、今まで高校の時に大工を歌ったことはあったんですけども、こんなにいっぱいの1万人っていう規模で歌ったことがなかったので、それがすごい、まあ、楽しみであったりとか、そしてちょっと不安というか、なんかドキドキしてたんですけども、はい、全起立です。フォルテ、フロイデ、どうぞ。フロイデしてね、
あの大工を歌っている時に何か、まあ、なんかすごなぜか知らないんですがとても楽しいと感じております。はい、失礼します。ありがとう。その1万人の大工は、まあ、聞いてて迫力があって、歌ってる人のそのまあ喜びの感情とかがひしひしと伝わってくるものだと思います。以上です。フライデー、フライデー、フライデー、おはようございます。やった、楽しい。今しばらくお待ちください。おはようございます。やばいやばい。どうも、元気？元気です。ようこそ、ようこそ。何年ぶり？10年以上ぶりぐらいで。あ、本当？どうして、どうして、なんで？あ、もうあの、まあ、10年前ぐらいに、うん、大工してて、うん、まあ、そこからずっとあの清原先生が、うん、ご指導されて、うん、してたので、出たいなと思ったんですけど、なかなか機会がなくて、どうどう、初めて、初めてのか。本当初めてです。どうどう、もう、なんかもうさっき泣きそうになってます。素晴らしい。めちゃくちゃ嬉しいです。嬉しい、嬉しい。こんなとこで生まれてきたんで、はい、ありがとうございます。はい。はい、はい、右向け右です。どうぞ肩を叩きましょう。どうぞ心を込めて自己紹介やってください。どうぞ。腰の方。